皆様おはようございます。ブレイクスルーエステルナリです。ここからは私のオーディオコメンタリーでお届けいたします。先ほどコーヨーとミレニアが紹介していたスタンピット、実際に自分で作成したラリーに参加していましたが、第一印象はうまく位置情報システムを使った画期的なサービスだなぁと感じました。おそらく GPS と Wi-Fi を使っていると思うので、地下のスポットでも概ね圏内には入っているようですね。スポット圏内に入った場合は自分の好きなスタンプをデザインしてシート内に挿入することができます。挿入の際は写真を使ってもいいですし、あらかじめ用意している画像を使っても OK です。デコレーションの枠を選択すれば完了。面倒な作業はありませんでした。このサービスはルミナスタジオのような地方のさまざまな場所を遠征するようなユーザーにはとても有効活用できるはずです。今回は札幌テレビ塔から地下鉄札幌駅へ徒歩移動できる地下ルートの紹介を目的としたシートを作成しましたが、もちろん観光地巡りといった皆様がよくイメージするようなシートを作ってもいいですし、個人的なおすすめの店舗を巡るシートを作ってもいいと思います。先ほどもお見せしましたが、ルミナスタジオを3つのシートを公開しております。スタンピットが気になる皆様、使ってみたいという皆様、ユーザー検索でルミナスタジオと入力すれば一発で私のアカウントができますので、ぜひ私のシートを参考にオリジナルのスタンプラリーを作成してみてください。